こんばんは、アフターグロです。イエイ。今回はですね、今回はすでにツイッターライブの MC 公式 LINE でも、お知らせしてきたんですけれども、改めてこの度6月の8日水曜日に僕たちアフターグローは初の両 A 面シングルを発売いたします。イエイ。これに合わせて、同日ですね、6月8日にはこのメンバーで初めてとなる取材イベントを開催いたします。イエイ。はい、そして今日はその主催イベントのですね、簡単な紹介というかお知らせというか対バンを、はい、まずはですね、その主催イベントの対バンを、お知らせしたいと思いまして、まず一バンド目が、フィックスというバンドさんでして、まずそもそもですね、僕が前やっていたバンドでケッチ4班というバンドさんがいらっしゃるんですけども、そのバンドさんの、ボーカルさんが立ち上げた新しいプロジェクトということで、まさかのこの6月8日アフターグロー主催がフィックスさんの初ライブとなるということで、クレームですわ。で、そのフィックスさんはそのケッチンオファンでですね、以前アフグロでサポートでベースも弾いてくれていたトッチもその同じバンドやられてまして、今回もそのフィックスで参加されるということなのでね、先日ツイッターでそのトッチがフィックスで初めて、人生初めて曲書いたわみたいなこともつぶやいてたんで、まあ、当日その曲聴けるかどうかわからないんですけれども、すごい楽しみなバンドさんです。ありがとうございます。そして2番目が色町さんですね、この色町さんは以前あの黒猫財閥というバンドさんとアフターグローを2回ほど対バンさせていただいて、うち1回はあの黒猫財閥さんの主催イベントに呼んでいただけて出演したりですねしたんですけども、そしてなんとその9月のね、黒猫財閥さんの主催イベントがこのメンバーでの初ライブだったわけでもありまして、懐かしいね。色町というバンドはその黒猫財閥のボーカルミケさんが所属しているもう一つのバンドということでですね、その色町さんとはアフターグロー対バンしたことないんですけども、すぐにも何回か対バンしたことあるんだよね、ある。ベースのサダボーさんも黒猫財閥の、まあ、サポートベーシストとして、好きな人は好きなんじゃないかな。そう、 YouTube とかでも僕も見たんですけども、結構あのディープな世界観ね、バンドさんでして、すげえな。これをちょっと生のねライブで見るのがまた僕もすごい楽しみ。そうね、綺麗な瞳を、綺麗、ぜひチェックしてください。やっぱり綺麗な瞳だな。いい感じ。優しい人。チャームポイント。綺麗。はい、そんな色松さんです。ありがとうございます。そして3番の目が、ステップアップボーイズ（カッコ）カリさんですね。イエイ。このバンドさんは、あれですね、先日あのファーストアルバムを出されたばかり、そのファーストアルバムのレコ発に僕たちアフターグローも呼んでいただけて、楽しかった。とにかく、ライブが楽しいバンド。うん、これはもうカッツンおすすめの、カッツン超気に入りのバンドさんだからね。全般ボーイズさん、全般ボーイズさんかっこいいんで、ありがとうございます。そして4番の目が、イエティレットユーノーティさんですね、はい、そうですね。なんでこれはあのシンくんの教えのバンドさんということで、はい、僕の専門時代の後輩、うんうんうん、なるほど、どんなバンドさんなんですか。もう一回目、おすごい、大変でした。綺麗な感じですね。隅に渡ってるって感じ。楽しみだね、はい、これもあの YouTube とか、ホームページとかで見たんですけど、そうですね、綺麗な、そうそう、ホームページでも聞いたんですけど、綺麗な曲だったな、楽しみです。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そして、5番組が、フィルフリークさんね、ありがとうございます。フィルフリークさんは知らないけど、ちょっと遠回しで俺は知ってる。そうなんだよね、ドラムの方が、あ、ドラムの方はツイッターで前から知ってて、で、そのフィルフリーク自体はちょっととあること経由で俺は知ってるんだけど、あ、フィルフリークさんは知らないことなんだ。お、じゃあフィルフリークさん当日カッツンとの衝撃のつながりをお楽しみに。そうなんちゃうんですよ。
フィルフリークさんはでも本当にね、あのね、そのさっきの色町さんとかミューティーレッドユノティさんとかはやっぱ YouTube とかでしかね見たことなくていい番組だなと思ったんですけど、フィルフリークさんは逆にあの本当ライブをまず見てほしいっていうバンドさんなんですよね。なんか僕的にはすごい美しいライブをされるバンドさんなので、でアフターグローと同じというか、まあギターボーカル、ギターベース、ドラム、キーボードという編成でいいですよ、美しいんですよ。ずっと一緒にやりたくってやっとこう今回タイミングがあってできるっていう形なんで、僕すごい楽しみにしてます。ありがとうございます。今回ありがとうございます。そして、6バンド目アフターグロー、僕たちアフターグローということで、この、以上の5バンドと僕たちアフターグローの計6バンドが、出るイベントとなっております。イエイ。そしてまあ当日は初の両 A 面シングルが発売っていうのと、先着で来場者の方に、ステッカーがもらえますです。こんな感じのイベントになっておりますので、今日からもうこれからですね、ホームページの方でこのイベントのチケット予約も、できる形となっておりますので、ぜひぜひ皆様のご来場お待ちしております。よろしくお願いします。はい、というわけで最後にですね、ここで、一つ、彩香さんから、皆様になんか素敵なお知らせがあるということなんでお願いします。はい、どうぞ。はい、主催のちょうど1週間後、15日の水曜日に、なんと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 渋谷クワトロに出演します。イエーイ。クワトロクワトロやったー、クワトロ超嬉しい。やっぱ800人クワトロ超嬉しい。これもう本当になんかちょっと憧れの場所でして、前日ねしんくんととあるバンドさんを、大先輩を見に行った時にね、なんて広くて美しい会場、いつかこんなとこへできたらいいなと思っていた日が早々に、はい、来た、はい、来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にアフターグロー、このメンバーで初めての大きい会場なので、もうなんだ、オーウェストとか WWW とかも全然大きい会場なので、皆様の力が必要です。よろしくお願いします。他にもですね、いろいろとお知らせしたい嬉しいことが決まっていたりするんですけれども、それは、また6月の8日主催の時に、直接皆様にお伝えできればなと思っておりますので、まずはぜひ6月8日アフターグロー、主催イベントにお越しください。お待ちしております。というわけで、本当にこれからもっともっとアフターグロー大きいバンドにしていきたいと思ってますし、みんなともっともっと大きい会場で大きいことして、素敵な時間を作っていければと思いますので、ぜひこれからもよろしくお願いします。この主催はこのメンバーでの初めての主催で、ここからがむしろアフターグロー始まりだと思ってますので、これからもぜひご期待ください。よろしくお願いします。ありがとうございます。というわけでアフターグローでした。バイバイ。